原発刑事訴訟支援団の団長の佐藤和義よりご挨拶をさせていただきます。どうも皆さん、こんにちは。大変今日は蒸し暑い中、一日の行動ご苦労様でございました。今朝は雨が降っておりまして、朝起きまして、これはあの2011年3月11日の以来の犠牲になった人々の涙雨だなというふうに思いました。この涙、私も思い出しておりました。実はあの日、私の叔母も楢葉町で津波被災に遭い、次の日朝から捜索しようという時に避難指示が出て避難せざるを得なかった。そして結局は5月連休明けに DNA 鑑定をして、ようやく叔母に会えると、そういうような状況でございます。私のことを最初に申し上げましたが、多くの福島はじめ、この福島原発事故で、そして地震津波で被災をした多くの方々が、一人一人の思い、一人一人それぞれの被災のこのこれまでの7年間があったのではないかと思います。近くは3月31日の区域外避難者に対する住宅無償支援の打ち切り、これによって多くの避難者の方が社会的困窮の際に落とし込められ、路頭に迷う人さえ、あるいは自死せざるを得ない人まで出てしまったというのが、この福島原発事故の現実であります。そうした一人一人の思いを持って、それぞれの人生を重ね合わせて、今日の日に至っているというふうに思います。ここにおいでの多くの被害者、被災者、そして支援者の皆さんも、それぞれの7年間がここまであったのだなというふうに思います。本当に7年間皆さんご苦労様でした。ようやくであります。ようやくここまで参りました。2011年の3月そして2012年の明けて初めて集団告訴という形で、あの東電の、そしてまた国や保安院や、あるいは今では忘れがちになっている山下俊一さんなど、多くのとんでもない人たちによって、この原発の被害が拡大されていった、そのことについて、私たちは、2012年の6月に33人の告訴をしたわけですね。福島県民をはじめ、最終的には1万4000以上の皆様が全国から相集って、福島地検の方に告訴告発をしたわけでございます。多くの皆さんが署名運動をしたり、あるいはそれぞれの地域で告訴団を関西や、あるいは東海や、あるいは九州や、さまざまな
東北や全国各地で国訴団の支部を組織していただいて、1万4000猶予の人たちが結集したわけでございます。その人たちの力が集ってこそ、足を引っ張らないでですね、ここまでやってきた結果が今日の強制起訴の初公判に実を結んだんでございます。本当にありがとうございます。今日は残念ながら全ての皆さんが傍聴することはできませんでした。あの冷たくはなかったですか、雨の中でですね、並んで朝7時半から8時20分までしか受け付けないという、何ですかね、これは福島から来てはいけないってことなんでしょうか、あるいは全国から来て傍聴してはいけないってことなんですか。嫌がらせだ。その通り、嫌がらせですよ。これはいけないよ。やっぱりですね、皆さんがせっかく傍聴しに来て、真実はどこにあるのか、その目と耳でつぶさに監視していこうということで、来てくださった方すべてが今日傍聴席に座られたわけでございません。本当にここで今の時間まで勉強していただいて恐縮でございます。しかしですね、そういったそれぞれの皆さんのですね、思いがやっぱり一つ一つつながって、今日の傍聴、第1回公判も後で海斗先生、安田先生、詳しくご報告されますけど、素晴らしい中身でございました。眠気が襲わないほどの、大体は午後のひとときにありますとですね、1回や2回や3回は睡魔に襲われるものですけど、うとうとしそうになると、検察官役の指定弁護人の方のですね、いや実にこれは私たちも想像以上でした。今日実は人定質問から始まってですね、起訴状朗読がありまして、罪状認否で3人、勝又さん、竹黒さん、武藤さんね、この3人が一人一人裁判長から罪状認否されまして、勝又さんはですね、震災直後はかなり勢いよかったです。銀ブラして誰かに摘発されたりしましたけど、勝又さんはちょっと一回り小さくなってました。やはり年は争えないなと。勝又さんにはなんとか第一回公判だけでも頑張り抜いていただきたいなというふうに思います。やっぱりですね、罪を償うまではきちんと健康を管理していただくということは大事でございます。勝又さんはね、こんなことを言ってました。その罪状認否で、放射性物質を外部に放出させた事故で広く社会にご迷惑をかけたことについてお詫び申し上げますなんて、かの泣くような声で申し上げまして、しかし起訴状に書かれている予見は不可能であったと、刑事責任は適用されないものと考えていますなんて、とぼけたことを言ってましたね。まあ、それが大体共通の中身でして、弁護士が無罪を主張するということで、予見も結果回避もできないと。できなかったんだということをルル述べておりました。まあ、武藤さんも同じようなもので、竹黒さん、武藤さん、同じようなことでございました。それで、指定弁護士の方が冒頭陳述、いや、ものすごい長い冒頭陳述でした。私のこのノートでもですね、3ページぐらい、この冒頭陳述、メモを取りました。でその後ですね、被告弁護人の冒頭陳述もありましたが、それぞれまた被告人の冒頭陳述もございました。それで、なかなか眠そうになってきた頃、午後の時間にですね、検察官の
証拠用紙説明というのがあったんです。検察官の証拠用紙説明、これは今日はですね、全部で238点の証拠が説明されました。それで結局竹黒さんなんかはですね、僕はフェローだから技術的なアドバイスすればいいんであって、何の指導力も経営的な責任もないんです。あれ終わりになっちゃいました、ごめんなさい。まあそれでそんなこと言ってたんです。ところが竹黒さんがいかに指導力を発揮してやっていたかっていうメールがですね、社内のメールが今日は全部朗読されてしまったんですね。いや実に多くのメールが出てきました。逃げ切ることは不可能じゃないかなと思わせるような中身でございました。あとですね、一番直接のこの津波対策をやらなかった責任は武藤さんなんですけど、武藤さんのこともいっぱい出てきてしまいました。さながら武藤さんの顔色ずっと私も伺ってたんですけど、まあ最初はまあちょっと余裕あるような顔をして、武藤さんですね、あの三兄弟の中ではですね、勝俣さん一番小柄なんです。勝俣さん、竹黒さん、武藤さんって、武藤さんがっちりしてるんですよ。非常に体格も良い。で武藤さんは検察官役の冒頭陳述に顔をこうしかめたりですね、としたりいろいろやってたんですけど、やっぱり、最後のこの最後のと言いますから、先ほど言いましたメールが次々に紹介されるとですね、やっぱり相当分が悪そうな顔色に変わりましたね。私一生懸命、メモを取ったり、被告人の顔色を伺ったりしておりましたけど、人は顔に出ますからね、いくら厚顔無恥でも。だからよく皆さん隣の人顔見ると今どうなってるか分かりますけど、そういうふうにですね、やっぱり人は顔に現れます。今日見ていると相当分が悪いような顔をしてですね、被告人、それから被告弁護団も、後で海斗先生いろいろお話しするかと思いますけど、だいぶ朗々と自分の言葉に寄ってるような被告弁護人の方がおりましたけれど、その方も最後はなんだかあんまり調子いいような顔をして帰りませんでした。ということでですね、終わりのサインがさっきから出ておりますので、いっぱい喋りたいことはありますが、それほど今日は思いがあふれて、皆さんの思いも私のさまざまな思いも1万4000人の告訴告発人の思いもみんな一緒に背負ってですね、始まりました。これ始まりですから、第一歩踏み出しました。まあ、あと1年か2年地裁の活動がありますので、今日を一歩にして皆さん息切れないように自分の健康も管理して頑張っていきましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。10時から5時にわたる長い時間の中での思いを、短くですが話していただきました。それではですね、朝からたくさんの方が並んでくださって、傍聴券を集めてくださいました。その結果、あまり大きな声で言えませんが、交代をして、いろんな方に傍聴していただこうとした結果、約30名の方が、傍聴をしていただくことができました。でお一人お一人お話を聞きたいところですが、お時間に限りがありますので、代表してお二人の方に思いを短く語っていただこうと思います。まずは人見弥生さんの方から一言お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。私ちょっと半年ほど病気をしておりまして、復帰はもうこの第1回目の後半この日にしようとずっと前から決めていて、ようやくこの場に帰ってくることができました。で中にも入れていただき、最初から最後まで不愉快な裁判を聞かせていただきました。全く聞こえない、本当に蚊の鳴くような声の勝俣の謝罪もようやく聞くことができました。
何言ってるかさっぱり分かんなかったんですけど、今和義さんの聞いて、あ、そういうこと言ってたんだってやっと分かるくらい全く聞こえませんでした。そして、東電側が出してくる証拠は次から次へとしょぼいものばっかりで、こちらの、指定弁護士さんが出してくださった証拠の厚みに比べて、向こう側は元東電社員の保安員が書いたなんか論文であるとか証言であるとか、本当に身内の証言ばっかり集めて、どんだけ自分たちが予見不可能で、対策も難しくて義務もなくて対策をしてても防げなかったかっていうことを延々と言ってたんですけれども、あまりにもしょぼいので今日一日聞いただけでも私は勝ったなと思いました。これは私たちの裁判負けるわけがないです。そう思って、第一印象ですけれども勝利を確信して出てまいりました。ありがとうございます。皆様こんにちは。同じく郡山のヘビー氏と申します。今日朝、4時に起きて 5時発のバスに乗ってやってまいりました。本当にこうしてたくさんお集まりになっている皆さんのおかげで傍聴できましたこと、本当に心から感謝いたします。ありがとうございます。今日 の裁判の中身は先ほど、佐藤団長の方からもお話ありましたけれども、本当に私は初めてだったもんですから、やっとついに今日ここまで来たかということで感激がいっぱいでした。で、初めて入った大きな法廷なので、ちょっといろいろメモしたり、あっちに被告側に座っている人たちは何人いてとか、記者の人たちは何人いてとか、とにかくメモってました。午前中は検察官からの、起訴状の朗読っていうことで、午後からが東京被告弁護人の、説明ということがありました。で、私のメモをちょっと見てみると赤字で無責任という言葉が何回もこう出てくるんですね。本当に腹立つことが多かったです。本当にこの人たちって自分たちが無罪だっていうことを証明したいがためにいろいろこう労を弁して説明するんですけど、そりゃないだろうっていう、まともに聞いててもおかしいなっていうことはたびたびありまして、変なちょっと発言をするときには私もちょっとちょっと発言してちょっと止められたりもしました。はい。で、先ほどのお話でもあったように、証拠が本当にこちら側の証拠がドーンと突きつけましたので、向こうが出してきた証拠の数とは全然全く中身も勝負にならないっていう感想を持ちました。向こうのその45点の証拠なんですけれども、本当に自分たちの仲間うちの本当にこうお互いのことをかばい合うっていう、そういう証拠を持ってきたので、全くその津波に関しては想定してない、その通りだみたいな、そういうものを持ってきたんですけれども、こちら側の証拠の中ではとにかく会議をたくさんたくさんたくさん東京電力の中でたくさん会議を開いてて、その結果対策を実際に取らなかったっていうことはよく分かる内容になってたんですね。で、最後には実際に巨大な地震が想定以上のものが来てしまったので、実際に防潮堤とか作っても役に立たなかっただろう、じゃあ何なんだって、そんなに会議を開いたのは何なんだっていうふうに怒りも感じました。入るまでにもすごくチェックが厳しくて、ボディチェックも本当に直に女性の方が隅々まで触って、何か危ないもの持ってないかということで、ボディチェックはとにかく厳しかったです。私もなんかお腹のあたりが出てたせいでしょうか、Tシャツをまくられまして、あらそこまでやるのっていうことまでされました。で、私ちょっとこう原発の Tシャツを
着てるんですね、脱原発の T シャツ着てて、これは2011年の、東京電力の株主総会の時に、福島から来た時に着てきたものなんですよ。それで、後ろにもこういうのがあって、それでこれはこのまま校庭の中に入らないでくださいって言われて、その白い上着は絶対暑くても抜かないでくださいっていうふうに言われました。で、もしどうしてもこれ着たい場合には、裏返して着なさいみたいに、とにかく、なんでそこまでされなくちゃいけないのかな、私たちは被害者なのにっていうことで、思ってました。まだまだお話ししたいことはたくさんあるんですけれども、本当に皆さんのおかげでここまでこぎつけられました。絶対絶対絶対私たちは負けるわけにはいけません。絶対罪を償っていただきたいなというふうに心から思っております。本当に私今日来るときにお線香をあげてきたんですね。本当に身近な方亡くなっております。とっても残念です。ここに来たくても来れなかった方がいますので、その人たちの分までこれからも頑張っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。なぜ皆さん持ち上げたのか、今一生懸命 T シャツを取ってくださっているんですね。はい表裏どうぞ取っていただきたいと思います。はい、先ほどもお話ありました、朝の4時からバスに乗って皆さん来てくださいました。そして、傍聴できた方、傍聴できなかった方、福島から来られた方もおられますが、今前に座ってくださっている方々が、傍聴された方々です。拍手をしていただいて、お別れの思いを表していただければと思います。後ほど時間があれば一言ずついただきたいと思いますけれども、大変申し訳ありません。マスコミの皆さんに、17時45分からこの集会を始めさせていただくというふうに申し上げておりましたけれども、裁判が思ったより早く、すごい早口だったそうなので、早く終わられたものですから、皆さんお待ちになっていたということですいません、前倒しをさせていただいて、17時、15分から始めさせていただいていることをお詫びさせていただきます。あとで、後ほどまた時間が残れば、傍聴された方の思いも聞いていただこうと思いますが、まずは先ほど会場さん、佐藤和義さんが説明された法廷の内容、あれではな、もっと聞きたいと思われると思います。今から詳しくお話をいただきます。それは、佐藤和義さんではなく弁護団の先生方にお願いをしたいと思いますので、それでは海戸雄一弁護士より今日の、初公判について、お報告いただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。ちょっと緊張してますけれども、今日の後半ですね、経過をきちっとご報告したいと思うんですけども、一言で言うとですね、まあ、その検察官役側と弁護側でもうかなり勝負がついたなっていう、相当ですね、証拠の中身を詳しく説明されたんですけれども、まあ、冒頭陳述は実は記者の方はお持ちなんですよね。だから冒頭陳述の中身は細かく申しません。お昼休みに来てここで皆さんお休みされている方にもお話ししたんですが、ただ一番重要な点はですね、もうちょっと繰り返して言っておくと、この、本来ですね、その2007年の11月12月の段階で東京電力の、まあ、土木グループと東電設計というところが話し合いを始めるわけですけれども、そしてその水本の長期評価に基づいて、まあ、福島の沖合でも津波地震が起きるという前提でのですね、この津波高の評価値を決める作業、これを、まあ、今日も東京電力の代理人はこれは試みにやったもんなんだと、思考的にやったとか試算とかそういうことばっかり使ってましたけれども、それは全く事実ではなくてですね、これは耐震バックチェックにおける最終報告においてですね、基準津波を決めるため の、 基礎資料とするために発注したものであるということ、この点が決定的に重要な点だと思います。その点を必ず報道機関の方々には書いてほしいと思います。その点ははっきり証拠の中でも説明されましたし、そういう発注使用書もあるし、そういう前提で検討、そのメモが残っているということが全て今日説明されたと思いますので、その点がもう一つ非常に重要な点だと思います。それと、その
現実にですね、ちょっとそのことだけ言って、あとはその重要な証拠の用紙の告知でですね、記者の皆さんはメモが取れなかったと思うんですね。検察官役の方がちょっともう少しゆっくり読めばいいのになと思いましたけど、大事なことを言われていたんですけれども、別にあんなに急いでやらなくてもいいと思ったんですが、用紙告知書っていうのはですね、ここあるんですけども、これを記者の皆さんには渡しちゃいけないって言われて僕は渡されています。だけども中身を聞かれてです、ね、答えるのはいいっていうふうに言われてるんですね。だからもう聞かれる前にですね、重要な箇所をもう一回読んであげます。でここで録音取るのは自由ですからね、法廷の中での録音はできないわけですけれども、ここで録音するのは自由ですから、そうするとどんな証拠調べが行われたか皆さんにも分かると思うんで、2時間かけて読まれたものなんで、全部読むと2時間かかるんですけれども、ちょっと、こちらに来てからですね、重要部分をピックアップしましたんで、でもちょっと読んだら20分ぐらいかかるかもしれませんが、それが一番重要な作業のように思いますので、やってみたいと思います。で証拠調べの最初の段階ではですね、かなり基礎的な事故の実態等についての説明関係の資料の報告が中心だったんですが、この津波対策に関わることでですね、に関して言われたもので、例えば項 A の222号証、これは平成17年12月15日、東京電力の酒井俊明氏から関係者に送信した想定外津波に対する影響評価に関する保安院要請と題するメール。保安院幹部、原子力安全基盤機構幹部の懸念からして早急に対応してほしい。少なくとも設計上回る津波が発生した場合、プラントの状態がどうなるかなどのケーススタディは早期に実施できるはず。2プラント程度選定し、具体的な検討を進めたい福島サイトを考えている。これ平成17年ですよ、の12月15日ですね。それから平成18年の10月、6日、これは耐震のバックチェックの直後頃のものですが、項 A の70、平成18年10月6日、原子力安全保安院が電磁連に対して行った指示の内容を記載したメモ。津波対応の箇所では自然現象であり、設計想定を超えることもあり得ると考えるべき。設計想定を超える津波が来る恐れがある。想定を上回る場合、非常用海水ポンプが機能喪失し、そのまま炉心損傷になるため安全余裕がないと。こういうことを、保安院が電磁連を集めてですね、そこで訓示を垂れてる、耐震爆チェックでこの点ちゃんとしっかりやれよというふうに言っていたということが分かります。それから中越沖の地震が起きた直後ぐらいになりますが、平成19年の11月1日、これ、項 A の74、東電設計が福島第一、第二原子力発電所に対する津波検討について作成した書面です。本件原子力発電所に対する津波の検討内容などについて、活字で記述されているものに赤字の手書きの書き込みがあり、検討業務と問題点と最新の知見等が記載されています。これがこの今までシミュレーションと言われていたもののですね、検討が始まった瞬間を記録しているものです。それから項 A の75、平成19年12月10日、日本原子力発電の関係者らが東京電力の高尾氏から聞き取ったメモです。これまで原子力安全保安院の指導を踏まえても、水本で記述されている内容が明確に否定できないならば、バックチェックに取り入れざるを得ない、などと記載されています。要するに水本の長期評価をバックチェックに取り入れるしかないんだということをはっきり、日本原電の関係者らがですね、東京電力の高尾氏が言った言葉として記録しているメモがあると。分かりました。すごく重要なことなんですが、それから次、これは項 A の76、物って書いてありますが、要するに、書面じゃなくて証拠物件ということですね。高尾氏のパソコン内にあった送信したメールなどであり、時期は平成20年1月23日から平成21年9月24日のものです。関係者間で本件原子力発電所の耐震バックチェックに関するやり取りが行われています。平成20年1月31日のメールに添付された福
福島第一、第二原子力発電所における津波のバックチェックについて、土台する資料には、地震調査研究推進本部が示す海溝沿いの震源モデルについては、津波の検討では当初確定論では扱わず、確率論の中で取り扱うこととしていた。起用の想定津波評価では、基準地震度を策定のために設定している震源モデルの位置に波源モデルを設定しておらず、この波源モデルの位置に津波の波源モデルを設定すれば、これまでの想定津波高さを上昇側は上回り、下降側は下回る可能性が高い。要するに、こういう前提で計算すると、津波の想定高が大幅に上がるだろうということです。次に、この次のがすごいんですね。項 A の184号証という、これは堺氏らが平成20年1月23日から平成23年の2月26日にかけて送受信した津波対策についてのメール、たくさんのメールの抜粋です。これは実際にはデータとしてですね、検察官が、押収していたものをですね、検察官役が徹底的に検索をしてですね、中身を読んでいって見つけた。そういう意味では元になる資料は検察庁が集めてたんですが、ここに今からお読みするものを重要証拠としてピックアップしたのは検察官役の人たちがやった作業のようです。ちょっと読んでみます。平成20年1月23日に堺市が中越沖地震対策センター敦賀隆氏らに送信したメールには、津波評価については福島沖の基準地震動揺地震モデルを津波に転換した場合に NG であることがほぼ確実な状況、要するに中間報告に含む含まないかにかかわらず津波対策は開始する必要があり、そうであるのであれば少なくとも津波に関して中間報告に含む含まないの議論は不毛な状況、それよりも津波の上昇側の対策が現実にどのようにできるかが課題。すごいでしょ。もう実際にやるしかないんだっていうことを言ってるんです。で、これが1月23日ですね、だから東電設計に対して発注した直後ぐらい の, メールです。平成20年の2月4日に堺市が東京電力の長澤和幸氏らに送信した 1F、2F 津波対策と題するメールには、 1F、2F 津波対策について金曜日、山下センター長ほかと 1F、2F にバックチェック説明を実施、津波について今回建築が基準地震同様に海底指針で記載される不確かさを考慮して福島沖にマグニチュード8以上の地震を設定、現在土木で計算実施中であるが従前評価値を上回ることは明らか、 1F 佐藤 GM からも強い懸念が示され、社内検討について土木が検討結果を出してからではなく早期に土木、機電、機械発電という意味でしょうね、機電で状況確認する必要があるのではないかと認識、次が重要ですが、津波が NG となるとプラントを停止させないロジックが必要。これ解説が必要ですね。要するに大きな津波が来ることになって NG となったら、もう原発を一旦止めてですね、津波対策工事にかからざるを得なくなる。その時にでも原発を動かし続けながら津波対策をやることのですね、理屈を考えなきゃいけないみたいな議論をしてるんです。これ平成20年の2月4日です。平成20年2月5日に長澤氏が堺氏らに送信したメールには、武藤副本部長のお話として山下所長経緯でお伺いした話ですと、海水ポンプを建屋で囲うなどの対策が良いのではとのこと。だから6月に打ち合わせしたってなってますが、もう2月の段階からですね、武藤さんはこういうことになりそうだって話を全部聞いていたということが分かります。それから平成20年2月27日に高尾氏が堺氏らに送信した津波評価今村教授相談結果と題するメールには、福島県沖海溝沿いの津波についてその取り扱いを東北大学今村教授に相談してまいりました、先生からは福島県沖の海溝沿いでも大地震が発生することは否定できないので波源として考慮するべきである、するべきと考える旨ご指導いただきました。だから、
この今村さんっていろいろ問題がある人なんですが、少なくともこの段階では絶対必要ですよっていうふうに言ってるわけです。平成20年2月28日の地震対策センター伊藤達也氏が山下らに送信したメールには、昨日2月27日ですね、竹黒本部長に承認書のご説明をした際、これは起電バックチェックについての承認書のようですけれども、耐震バックチェック中間報告や柏崎の基準地震動については3月の常務会に付議するようご指示を受けました。常務会案件として早急にエントリーしておかないと他の案件で埋まってしまうことも危惧されておりました。要するに早く工事に取り掛からなければいけないので、決済の、時間をちゃんとも事前に決めておけみたいな話をしているわけですね。平成20年3月7日の酒井氏が高尾氏らに送信したメールには、同日の津波対策のスケジュールに関する打ち合わせについて、本日担当ベースの表記会議で津波高さが10メートル超になる旨土木側から説明があったようです。平成20年3月20日の酒井氏が土木グループ関係者に送信した午前会議の状況、午前会議って言うんですよ、やっぱりメールの名称は午前会議の状況で、これに括弧がついていて、取扱い注意含むので転送不可という注記がついている、すごいメールですね。これちょっと重要ですよ。ゆっくり読みますね。福島バックチェック関係要対応、津波関係、大出所長から水本モデルは福島県の防災モデルに取り込まれており、8メートル程度の数字はすでに公開されている、最終報告で示します、では資金の対応ができないとのコメントがあり、今回基準地震動で評価するプレート沿いの水本断層モデルを評価することとなったことについて、土木学会では評価不要としていたこと、水本評価を踏まえて今回評価せざるを得なくなったことの事実関係をまず整理、津波に関しては水本モデルの適用ということで当社福島地点のみの問題ではないため、太平洋岸各社で連携して、要するに東北電力とか東海の、日本原電とかと連携してですね、アクションプラン等を明確にしていつのタイミングでどう打ち出すかを確定する、なんてことが書いてあります。こんな感じでやってると時間が終わらなくなっちゃいますけれども、でもすごく大事なとこなのでもう少しだけやらせてください。ちょっと例えばですね、平成21年の9月24日に酒井氏が吉田氏らに送信した福島津波対策と題するメールには、吉田部長、山下センター長、ほか関係各位、福島の巨大津波対応について、巨大津波って言ってるんですね、巨大津波に括弧上岸津波、水本津波って、だから当時彼らは上岸津波と水本津波っていう文章があったようですけれども、対応について適宜武藤常務以下に報告をしつつ進めております。先日武藤常務から福島の津波の状況を聞かせてほしい旨のオーダーがありました。個別に吉田部長、武藤常務に説明しようかと考えていたところです。だから生々しいですね、これ やるべきことをやらなくした後のことなんですけれども、そういうやり取りも残っているということです。それからですね、この辺平成20年の2月16日の中越沖地震対応メモ、このあたりは今までも説明した部分ですから省略しますが、平成20年3月7日にですね、東京電力の金戸氏らが出席して行われた津波対策のスケジュールに関する打ち合わせの状況を記載したメモ、これとっても重要です。NISA、原子力安全保安院、指示による耐震安全性評価の中で津波に対するプラントの安全性を確認する必要があるが、土木グループの津波推移に関する評価状況から 1F、2F については今まで想定していた津波の推移を上回る見込みである、社長会議にて説明済み、この結果から設備対策が必要となることから土木建築危機耐震各グループにて今後のスケジュールを作成するためスケジュール案を持ち寄り打ち合わせを実施した、
また主な議論として打ち合わせの中で土木グループから津波高さが OP プラス12から13メートル程度になる可能性が高い、まあ、もうちょっと高くなったんですけどね、まあ、12から13メートル程度になる可能性が高いとの説明があったが、危機耐震技術グループは福島最多において OP プラス10メートルを超えると主要建屋に水が流入するため対策は大きく変わることを主張、用意したエンジニアリングスケジュールも津波水位が OP プラス10メートルを超えると成り立たないこと、対策自体も困難であることを説明、土木グループにて再度水位設定条件を確認した上で津波想定高さが十数メートルとなる可能性があることについて上層部へ周知することとした。だからこの辺でですね、午前中来たとき、12時頃来たときにもお話しましたけれども、15.7 メートルというのはですね、彼らが想定した数値を数メートル上回ってるんですよね。まあ、10メートル超えるのは仕方がないだろう。だから、まあ、5メートルぐらいの膨張って気づくかぐらいのことは考えてたのかもしれないんだけれども、15.7 だと10メートル倍のように10メートルということになりましたよね。それが当時その考えられていたものを大幅に上回ったんだろうというふうに思います。あと大事なことは平成20年の3月の31日に福島県生活環境部長への耐震バックチェックの中間報告というものがされています。でこの関係で作られていた QA 集というのがあって、まあ、当初報道機関に対する QA ではないかというふうに言われていたんですが、これはやっぱり福島県の生活環境部長への説明だったようです。この日にですね、福島県生活環境部長への耐震バックチェック中間報告他の説明結果について速報と題するメールがあると、県側の津波に対する安全性評価は今回のバックチェック中間報告には入っていないのかとの質問に対し、東京電力は津波の評価については最終報告にて報告する、最新の知見を踏まえて安全性評価を行う。これもすごく重要だと思います。3月のその末の段階で、この最終報告というのはですね、平成21年の6月にやることになってたわけですね。平成21年の6月末の最終報告までに津波対策を完了させますということを県に明確に説明しているわけです。このことは今まであんまりちゃんと報道されていませんけれども、そういうことを県に対して約束していた。このことは県の担当者の調書でどうも明らかになっているようです。それで、被告人武藤は、マスコミからの質問に対し、地質評価結果は7月までにまとめたい、バックチェックの最終報告は 2F が平成21年3月 1F は、平成21年6月までにしたいというふうに、これはマスコミに対して答えているんですね。皆さん驚きませんか。耐震バックチェックが終わるということは津波対策が基本完了していなければいけないんですね。だけども実際に 15.7 メートルのシミュレーションが出てきて、これに対応するとなるとそれが間に合わない、だけどもまあなんとか間に合わせようというような、そういう状態になってたことが、分かります。こんなことやってると終わらないですね。どうしましょう。あと5分間ということになっちゃったんですけども、どうしましょう。もうちょっとね、あと10分ぐらいがまとまるんだけどな。いいですか。ちょっとじゃあちょっと早口になっちゃうかもしれませんが、今3月31日まで来ましたけど、次にですね、4月23日に東京電力の金戸氏らが出席して行われた津波水位に関する打ち合わせの議事録というのがあって、まあ、この実は書面先ほどお見せしましたが、これが今日法廷で掲示された極めて重要な、まあ、津波延直壁を築いた時の図面ですが、実はもう一枚あってですね、これも見せていいってことなんで、法廷ではこちらは出てません。さっき の立体の図面が出てますが、両方セットになってるんですが、ここにブルーで線が引いてあるところが
ブルーで線が引いてあるところが延直壁を築く予定だった地点です。いいですか。で、4月23日に、これを説明したということなんですけれども、津波の進行方向に対して延直壁の設置を考慮した解析結果が提示されたと。壁設置の場合19メートル程度の水位を想定していることは対外的なインパクトが大きいと考えられるから上層部の意見を聞く必要があり土木グループにて対応を呼んでいる。要するに、分かりやすく言うと、まあ、思いもかけない大きな数値が出てきて10メートル版の20メートルでこんな工事始めたらその、地元の住民が騒ぎ出してですね原発を止めなきゃいけないんじゃないかみたいな議論をしてたということが、分かります。で、まあ、6月10日のやり取りそして7月31日のやり取りというのは、今まで言われてた通りなんですけれどもその間に7月21日にですね、被告人の武藤武九郎が出席して行われた中越沖対応打ち合わせというのがあってこれが結構重要なものだったかもしれません。このことは僕は今まで知りませんでしたが、ここの場でですね新潟県中越沖地震発生に伴う影響額の見通しについてという資料が配布されて、耐震安全性強化工事等のコストだけでなく福島第一第二のに水平展開した場合の対策費用の計上もされていたということで平成20年の8月末をめどに計画総予算を設定する予定だからものすごくお金がかかりそうだみたいな議論が、武藤さんが計画を覆してしまう10日前にですね、会長まで出ているその勝松さんまで出てるよ。勝松さん出てないんですね。これは武藤さんと竹黒さんのようですが、その会合で話し合われていたということのようでございます。まあ、これぐらいでいいですかね。他ちょっとその後も平成21年とか22年とか入ってからのやり取りもいっぱいあるんですけれども、そうですね。株主総会の 本部長の手持ち資料の中に、OP プラス10から12メートル津波を考慮しなければいけないといったことも話し合われていたと。あと、平成22年の8月から始まった福島地点の津波対策ワーキングの議事録と資料というのが4回分出されていてこれも非常に重要だと思います。それから3月7日、平成、23年の3月7日のヒアリングの状況をまとめた資料などもあるようです。ということで最後に一言だけまとめを言って終わりにしたいと思うんですけれども検察審査会の、第二次議決そして酒井さんたちに対する不起訴相当というふうにしてしまった決定決議案もありましたけれどもその中で僕らかなり勉強してきていたので、今日ここで説明されたものは全部それに沿ってますからそういう意味では予測可能だったとは言えるかもしれませんけれどもそれだけの証拠が残っていたということですね。そしてそれを集めたのは検察庁なわけですね。それを分析してこういう形できちっとした資料にまとめてくれたのは検察官役だということになるわけですけれどもそれ自身は僕は本当によくやってくれたなっていうかですね、これだけの事実が福島の皆さんがこれだけひどい目に遭う背景にですね現実に行われていた。でも改めて思うことはですねこの日本の国の、自己調査であるとか検察による捜査というものがですねここまで隠蔽されたということですね。僕たちがこれだけ頑張らなければですね今日明らかになったような事実は全て闇に葬られていたかもしれないっていう、闇に葬られてしまっていたものを検察審査会の委員の人たちが掘り出してくれたわけですよね。そしてその後を引き継いで専門家の検察官役がさらに徹底的にですね、証拠を精査して今日出てきたその冒頭陳述そしてこの証拠類をですね作ってくれた、そういう意味では本当に告訴団のこの、告訴事件を担当させてもらってですね、
強制起訴にまで持ち込んで、そして第1回の、この公判のですね、検察官役のおかげでですね、聞くことができたということは、私自身にとっても、感動というかですね、涙が出るような経験でしたけれども、これから、この裁判、今後どうなるかということについて、最後に裁判所はですね、これから一生懸命この議論を読んで、そして、夏休み以降にですね、今後の進行について打ち合わせをして決めていくと。でだから公判期日はまだ決まってないというふうに言われてましたけれども、これだけの資料が出てきてですね、これを読み込んでいかれるという作業、それを夏休みにやろうということで、今日の取り調べ、夏休み以降になっているとなかなか時間取れませんからね、そういう意味ではこの6月の末というこの忙しい時期に、1日時間取ってこれだけの証拠を全部取り調べてしまうということをですね、やられたということは裁判所の非常に熱心な姿勢を示しているというふうにも言えるのではないかと思います。ものすごくちょっとエモーショナルな言い方をすると、今日のこの裁判によって福島のこの事故でですね、亡くなられた方、そして人に見なされた方の、ようやく仇が取れる、そういう、出発点に立ってたかなと。そういう意味では弁護団としてもこれから、本当に気を抜かずに頑張ってやっていきたいと思いますので、今日は本当にこのたくさんの方が集まっていただいて、感謝感謝ですけれども、今後ともどうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。動画にある証拠の中から大切な証拠についてお話をいただき、また今日の法廷の様子をご報告いただきました。今後も引き続き弁護団の皆さんには頑張っていただきたいと思いますが、もう一方、来てくださっておりますので、今日4名の弁護士の方が法廷に入られましたが、その中のもう一方、安田育夫弁護士が来てくださっておりますので、一言ご報告いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。どうも皆様がお苦労様です。ようやっと当然の刑事裁判が始まりました。実際に被告たちがどんな被告人たちがどんな弁解をするのかというのが注目されたわけですが、被告人たちがどんなことを言っているかというのは、まず起訴状に関する罪状認否というのが最初ありました。これについて先ほど加藤先生もご紹介がありましたけれども、このまず勝又も勝又さん、被告人の勝又さんですね、私は当時予見することは不可能であったと考えていると、したがって刑事責任はないというふうにないというふうに言っています。竹黒さんも、予見することはやっぱり不可能で無罪、自分は無罪であるというようなことに言っておりました。でまた武藤さんも当時、役員として深くお詫びを申し上げるとは言いましたけれども、事故前にこのような津波を予見することはできなかった、刑事上の責任はないというふうに考えているということで、全く反省もなくですね、全面的に罪をその否認をしているということであります。でその後、刑事事件としては異例だと思うんですけども、検察側の冒頭陳述の後に、弁護側の冒頭陳述が行われました。それはその弁護士がそれぞれ本件で争われていることに対しての基本的な反論ですね、検察に対する反論を述べるというものであります。でその中でまず武藤氏の弁護人が3人を代表してですね、被告人3人を代表して共通の事実についてこの認識を述べました、意見を述べました。それは何かというと、一つは彼らが基準としているのは法令に要は全て合致してこの福島第一原発は運営されてきたんだと、それもそのいわゆる津波の評価技術についてもですね、土木学会の手法というものが唯一確立したその手法である、津波手法であったと、これを金閣玉城にしてですね、これに従っていたんだと、だから間違いはなかった。これに比べて長期評価というものはその発表と同時に内閣府から異論が出、専門家からも異論が出、さらには中央防災会議でも採用されなかった代物で
まだ未成熟であって、その具体的に罪を問う前提としてのですね、予見可能性の前提としては使えないんだと、こういうことを言っておりました。で、そういう見解、そして実際にこの、東京電力が試算した結果、そういうものに基づいても今回の津波は予見できなかった、まあ、超巨大想定外の津波であったということが彼らの主張の講師であって、全くですね、自分たちがどのようにその津波対策をやってきたのかということに対する反省もなしに、この東北学会の手法にですね、あるいは国の法規制権限といいますか、国の法令に合致したんだというところに逃げ込もうとしておりました。それに、のっとってですね、それぞれについてですけども、それぞれについてはですね、少し特色が出ておりました。勝俣さんは何を言ってたかと言いますと、国民の勝俣は会長なんですけども、職務権限としてその会社の意思決定そのものに関わる権限はなかった、全く権限はなかったんだというんですね。この会長はね、最高経営層には含まれてないものとさえ、最高経営層には含まれてない、ね、定款取締役の決定、社内規定でも会長には業務執行権限はなく、取締役としての文書業務を与えられていなかった。で、また一番面白い点はこう言ってましたね、被告人勝俣は昭和38年に東電に入社して以来、一度も原子力関係の部署に席を置いたことはありません。地震津波に関する専門的知識もありませんし、原子力発電の技術的な事項に関する専門的知識もありません。本当にこういう方がですね、東電の福島第一原発のこの権限をですね、要はそのことをですね、マネジメントしてたんですよ。何にも知らない人がやってたっていうんですね。まあ恐ろしい話なんですが、この津波対策についてもですね、この検察官役が主張してます、その吉田部長からの14メーターを超える津波が来るということを伝えられたということがあるわけですが、このようなこの意見であっても、そもそもが吉田がこれについては疑問視してたんだと、したがってその吉田さんから言われても、その意味内容を十分に理解するということもできないので、この具体的な予見可能性はないんだというようなことを言っております。こういう主張をしています。次に竹黒氏ですけども、竹黒氏はですね、まあいろいろ言ってますが、この人は全くこう反省がないですね。要はですね、このいろんな会議に出てるわけですけども、当時のことによって詳しい記憶がないと言ってるんですね。詳しい記憶がないと。この一番の典型が20年8月に武藤から、津波についての報告を受けているわけですけれども、これについて、この、仮に被告人竹黒が被告人武藤から何らかの報告を受けたとしても、その内容は福島で津波の計算をしたところ高い数値が出た、この点について専門家の意見を聞く必要があるので、土木学会に検討を依頼する、結論が出たらそれに基づいて津波対策を行うという程度の話にとどまれ、それまでの津波評価を覆すような話ではなかったため、特に記憶に残らなかったものと考えると、だから覚えていないんだと、こういうことを抜け抜けと言っております。そしてフェローは全くその東電の社内の業務決定に関する決定権限はなかったんだというようなことで、全く反省のかけらもありません。で、武藤氏は何を言ってるかと言いますと、武藤氏もまあ同じような主張をしているわけですけれども、まあ、権限がないということはなかなか言えないということなんですが、このについては武藤氏は東電が言ってみれば法令に基づいた措置をしてきたと、で、さまざまな計算結果も出てるけども、それはこの試みの計算の結果出たものであって信用性がないんだという、まあ彼らの主張の柱ですね、そういうことを中心に申し述べています。こういうことを言ってるんですね。
試みの計算、試計算結果といっても、あくまでもですね、ちゃんとした東電内の検討結果であることを否定しようとする、言葉遣いからも現れますけど、試計算の結果、の報告を受けたことで明らかになったのは、福島県沖の海溝寄りに明治 三陸沖地震の波源モデルを置いて、パラメータスタディを行ってみれば、敷地南側の津波水位が OP15.707m になることがあると。そして前述したとおり、そもそも長期評価には信頼性及び成熟性が認められる。福島県沖の海溝寄りに津波地震が発生することの予見可能性は生じていなかったから、試計算結果通りの津波が襲来することの予見可能性は生じていなかった。だから予見可能性は、具体的な予見可能性は持てなかったということを主張しています。まあ、このようにですね、彼らが従来行ってきたこの東京電力の中での原子力政策とは裏腹にですね、自分たちは専門的知見もないし、知識もないし、そしてその権限もなかったなという非常に恥知らずな主張をしています。しかし先ほどこの海田先生がおっしゃったように、非常に深くですね、この津波対策に彼らが関わっていたという証拠が出てきています。まあ、その意味ではですね、彼らとしてもどうしてもやっぱりこういう知らなかったとか権限がなかったということに逃げ込まざるを得ない状況なわけですけれども、やはり今回の地震が、これだけの事故が、やっぱりこういった無責任な経営者によって、だったからこそ行われた、起こってしまったんだということをですね、皆さんと共に検察官役にぜひ頑張ってもらって暴露していこうではありませんか。よろしくお願いいたします。それでは今急いで10時から7時まであった、あ、ごめんなさい、17時まであった法廷の内容を弁護団の先生方にご報告をいただきました。ここから質疑応答に入りたいと思います。今回はですね、皆さんたくさん質問したいことがおありだと思いますが、最初に申し上げさせていただいたように記者会見を兼ねさせていただいておりますので、大変申し訳ありませんが、マスコミの方、記者の方からの質問のみに限らせていただきたいと思います。大変申し訳ありません。ご質問のある記者の方は、手を挙げていただけますでしょうか。そうしましたら、田かりの者がマイクを持ってきますので、その時に、すみませんが、会社名とお名前をおっしゃってからお話しいただきますようにお願いいたします。それではお願いします。はい、どうぞ。私が刺さないといけないね。はい、NHK の中島と申しますが、海藤先生に一つお伺いしたいと、もう一つ、武藤さんにもお一つお伺いしたいので、一問すみません。はい、まず海藤先生には、今後の焦点ということで、ほぼ一般的に考えれば、証人尋問や被告人質問など、そういった人の調べがもう予想されると思うんですが、今後の焦点を教えていただきたいということです。はいはい、あと、武藤さんにもぜひ、会見、質問をお願いします。ちょっと時間も相当しているので、すみませんが、なので、武藤さんにも順番どちらでもいいんですけれども、被告3人の方々の認否、お言葉を聞いた感想を教えていただきたい。今後のことはですね、正確に申し上げると、まあ、裁判長が言った言葉通りに言うと、まだ何も決まってないんです。で、これだけの証拠が出たので それをきちっと見てですね、そして、読み終わった頃にその進行協議になるのか、打ち合わせになるのか、そういう会合を持ってそこで決めていきたいということで、僕の報告が終わった後にですね、裁判長に、参加人もちゃんと出席できるように期日の指定は配慮してくださいねってことは言ってきたんですけど、それは分かりましたっていう、そういうやり取りしかないです。ただ、まあ、普通に考えれば、まあ、検察官役の方とは僕らなんか隠す必要ないと思うんですが、やり取りずっとやってきてるんですけれども、かなりの数の証人、そして、被告人質問が必要になるだろう。
でとりわけてこの東電 の, その津波対策に関わった社員、そして東電設計の社員ですね、ここら辺の証人調べは必須になるだろうなというようなことは聞いてます。まあ、あと被告人もやるということ、あと専門家をやるかどうかみたいなことは全然まだ決まってないんじゃないかと思います。そんなところでいいですか。あ、焦点ですか。焦点はもうはっきりしていて、だからこの、2008年のこの1月に発注された東電設計に対するですね、この計算結果というものがどういう位置づけで出されたものであって、それに、まあ、発注している時にその前の段階でちゃんと中越沖の対応会議で、勝俣さんまで入った会議の中でちゃんとそのことが報告されていたということがはっきり分かりましたよね。でそしてそれに基づいて対策を立てていったということですから、これは明らかに社の方針としてその方向で進むという形になっていたんではないか、そこをあの完全に否定しようとしているわけですね。しかし客観証拠から言ってとても否定しきれない。そして一番噴破ものなのはですね、あの南側から来るシミュレーションになっているから南側にだけその、防潮壁を築くことになったはずだとか言って今日言ってましたよね。あの東京電力 の, あの、武藤さんの代理人の方はですね、だけども現実に作られている計画は全面をちゃんと大計画書が作られていてですね、それが今日証拠で採用されているわけですよね。だからもうおよそちゃんちゃらおかしいというようなあの、主張を展開していてですね、まあ、あのまあ、そういうふうに言うしかないんでしょうけれども、政府事故調、そしてこの間の 東電 の, その主張に沿って、弁護されるおつもりでしょうけれども、それが成り立たないことはこの証拠ではっきりしたんじゃないかなというふうに思いますが、以上。はい、じゃあ武藤瑠衣子さんお願いします。はい、あの3人の方が法廷の中でそれぞれに無罪を主張したわけなんですけれども、あの最初に謝罪の言葉を述べられたんですね。とても小さい声で述べておられましたけれども、非常にそれはですね、あの、まあ、聞きたくもないという感じでしたね。はい、そしてあの、まあ、無罪を主張したことに対してはですね、この方たちが本当に自分の両親に恥じずに自分の主張をしたんだろうかということを思いました。この方たちがしっかりと津波対策を実施していれば、お金や労力を惜しまずに対策をしていれば、こんな悲劇は起きませんでした。こんなにたくさんの人たちが苦しむ必要はありませんでした。そのことを思いました。ありがとうございました。いただく予定になっております。はい、それでは次の方ご質問お願いします。はい、じゃあそちらの方お願いします。先導推進の大田といいます。あの大変細かなところで恐縮なんですけれども、あの先ほど海田、先生にお見せいただいた平成20年の4月23日のメールの部分でちょっと途中図面の説明が入ってしまったので、もう一度あの、メールの内容の部分を、教えていただきたい。これは項 A の91っていう証拠なんですが、平成20年4月23日の東京電力の金戸氏らが出席して行われた本県原子力発電所の津波推移に関する打ち合わせの議事録ですということで、想定津波高さが十数メートルとなる見込みであり、 OP プラス10メートルに設置されている主要な建物への浸水は致命的であるとの観点から、津波の侵入方向に対して延直壁の設置を考慮した解析結果が提示された。壁設置の場合19メートル程度の水位を想定していることは対外的にインパクトが大きいと考えられることから、上層部の意見を聞く必要があり、土木グループにて対応予定などと記載されています。まあ、あの この時に示されていたのは、図面が作成されたのは4月18日のようですけれども、ここね議論していて、この延直壁というのは津波の侵入報告に対して延直壁の設置を考慮したって書いてありますが、実際にはあの、敷地全面を覆う形で、ちゃんと計画が立てられている。まあ、僕は技術者だったら間違いなくそういうふうに判断するだろうと思うんですけれども、そのように判断されている。
だけどあの この文言にスキントを得たのかどうか分かりませんが、南側に築いたはずであるというふうに東京電力 の、あの技術人 の人間に言わせてですね、それを鬼の首でも取ったようにあの今日あの弁護側では言っておりました。上津原勉さんという人の調書にそういうものがどうもあるようなんですけれども、そういうことを言っていましたけれども、これは、本当に自ら作っていたその対策案と違うことを調書で言っているということの位置づけになると思います。よろしいでしょうか。では次の方、はい、お願いします。あ、東京新聞の新井ですが、関連、先ほどのその関連でですね、先生あの解説でその対外的なインパクトが大きいと書かれていたのは、つまりこれが出されてしまうと、あの 1F を止めろとかっていう話になって聞かねないと、先生はそう見ているから、あのインパクトが大きいというのが書かれてたと。いや、インパクトが大きいって解釈でしょうね。文面に書かれてるんですよ。文面に書かれていたその理由っていうのは、どういう理由で書かれてたと先生は指摘されてますか。あのそれはですね、いろんな意味でインパクトが大きいですよね。あの検察官役が作った防沈でですね、 15.7m の衝撃っていうあのなんか込み出しがついてたと思うんですけれども、いろんな証拠を見るとですね、10m がちょっとそれを超えるぐらいのことはみんな覚悟してたようなんだけれども、それをさらに、数メートル超える形になって、そうすると10メートル板の上に、5メートルぐらいの防潮壁なら簡単に築けると思ってたのが10メートルになった。それとお金がかかりますよね。当時実際東電はあの、中越沖の地震が起きて柏崎が止まっていてですね、非常にお金に困っていた。しかも5メートルぐらいの壁だったら作ってもあんまり目立たないからパパパパと作ってしまえるかもしれないけれども、10メートル その壁を築くとなると絶対あの地域で漁業をやってる人なんかに見つかってしまいますよね。そうすると何やってんだと、津波対策だってことになったら、あのいやその完了するまで止めといてくれって話になるっていうようなことを意味してるんじゃないかなと、ここの部分はまだ今日の証拠 の説明の中では主張されてなかったんですけれども、あの私の推測はそういうことです。当然、先生の解釈としては、つまり当然側は、これをやっぱり あまり見せたくないというか、外に出したくないという意思の表れというか、そういうことだったということですか。そうですね。要するに、もともと対策やる前提で、始めたことなんですね。それは間違いないんです。でそれこそ 3.3 何メートルが 5.7 メートルになった時は即座に対策やってるわけですよ。だから同じような気持ちでやったんだけれども、ものすごく大きなあの計算結果になったので、そうするとこれに対する対策やるとなると、もうお金もかかるし、その間止めなければいけないかもしれないし、そして中越沖でお金がかかってるしって、そういう議論が出てきて、それであの、武藤さんが誰にどう指示されたかなんかまだわからないんですけれども、ずっとこう進めてきた対策をちゃぶ台返しみたいにですね、完全になしにしてしまうというようなあの、大転換が行われてしまったんじゃないかなというふうに推測します。ちょっと申し訳ないね、はい、その20年2月ぐらいにその津波 NG 停止しないとっていうところにかかってくるわけですかね。その通りです。その通りです。あのもうだからこの発注した段階からですね、津波対策やりながら止めないで やっていくためのロジックを考えなければいけないっていうようなことを議論しているのは、そこにあのそれも同じ意味だろうと思います。はい、それでは次の方、はい、じゃあそちらの方お願いします。読売新聞の浜崎です。会場先に参りたいんですけど、まさに事実の確認とちょっと細かいと思います。最初にお話しされていた08年の1月の話だと思うんですが、東電設計への発注上の下りのところで爆竹の基礎資料として発注するというところは、要所爆竹の中でどういうところになりますかね。はい、じゃあすみません、探していただいている間にちょっと次の方を見て、すみません、あとですね、記者の方質問されるとき結構たくさんの方がおられます。はっきり質問していただきます。せっかくなので聞いてらっしゃる方に何を質問してるか分かっているようにはっきりと質問していただければ幸いです。
はい、すみません、次の方、まあ、探している間に聞いておいても、でも聞かない方がいい、待った方がいい。では海藤先生で何人に質問のある方、そんな難しいこと、あ、いらっしゃった、はい。専門誌でエネルギージャーナルの真実っていいますか、あの安田先生でもいいんですけれどもあ、いやいや、お忙しいという意味で言ってるんで、安田先生にこそあの刑事事件でですね、法人を罰するというのはね、これ一般論を伺いたいんですが、相当厳しい、そのものになるだろうという、で今まであまり前例もないような場合に私は取材でしてきたんですが、でこの 福島の原発訴訟で刑事責任を問うということを考えたときに、これまでそういう前例的なものというのがあって、その前例がどういう結果で、そこを踏まえると福島の、まあ判決がどういう方向のものが予想されるか、その辺ちょっと伺えませんでしょうか。最初の難しい方先に答えますか。はい、すいません、順番が前後して申し訳ありませんが、難しい方の質問に答えていただきます。これはですね、項 A の78っていうのがこの、東電設計が東京電力から委託を受けた、この契約に関するですね、品質システム文書とか編集された白ファイルなんですね。そしてこれに基づいて提出されたのが項 A の79という東電設計の報告書で、これは黒表紙だったものなんですけれども、この部分を読むとですね、こう書いてあります。A78-79 には長期評価で示された日本海溝よりプレート間地震津波を検討の対象としたこと、これに基づいて三陸沖を波源とした場合の津波水位の計算結果として、本件原子力発電所敷地南側の最大津波高さは OP プラス 15.707m、 北側では 13.687m となることが、平成20年3月18日の東京電力との打ち合わせに際して東京電力側に示されたこと、この津波に対する対策工事の具体的内容が検討されたこと、さらに同年8月22日の打ち合わせに際しては防潮堤を破片とした場合の津波高さは敷地南側で OP プラス 13.552m との計算結果が報告されたというふうになっているんですね。僕はこの現物も数日前ですけれども見ることができたんですけれども、この文書に、その発注書が その使用書みたいなのがついてるんですけれども、この使用書の中にはっきりですね、これは耐震バックチェックに提出する基礎資料を作るというふうに書いてありました。で、基礎資料という言葉は今日検察官役も何度か使っていたと思います。ですから試みの試算であるというふうに言っていたのとですね、基礎資料というのは全然意味が違う。でその点は今日検察官役が現実に裁判所に証拠物を被告人に示していたと思うんですが、証拠の形を見ていただければはっきり分かるんじゃないかなというふうに思います。はい、ではその次の質問について安田先生お願いします。法人を罰するということですか。法人を罰するということは今、刑法の中では特別の規定がないとできませんで、特別法というのがあるんですけども、今回の業務上過失致傷罪に関して法人をですね、罰するということは、まあ、日本の法制度上は予定はされていないんです。あくまでも、まあ、その当時における権限を有した者が、まあ、具体的な予見可能性があったにもかかわらず必要な対策を怠った結果、そして人に
支障の結果を与えたということが、まあ、その要件になるわけですから、まあ、今回においてもですね、この津波地震、津波が予見できたのかどうかということが焦点の一つ、そしてそれに基づいて彼らが何らかの権限を行使をすればそれを防止できたのかどうかというところが、まあ、焦点になっていくだろうと、まあ、おそらく裁判所も今日その津波の予見可能性と結果回復反省という、まあ、一番大きな論点について審理を進めて先行させていくような感じでやっていくようですけど、その点がですね、今後審理の主なテーマとして推移していくんではないかなというふうに思います。でその中でやっぱり一番大事なのは、東電の中で具体的にどのような検討がなされてきたのか、その点がどれぐらい解明されていくかがですね、今回の事件の、まあ、おそらく基礎を決めていくんじゃないかと、まあ、今日いろんな所掌が出てきました。それは私たちにとっても大変な驚きですけども、さらにこれからいろんな証言の中でそういう驚くべき事実が明らかにされていくんではないかというふうに期待をしています。はい、よろしいでしょうか。あ、もう一回すみません、短めにお願いします。前例として裁判の前例としてあるかどうかっていうのは、私はJR の西日本の例 の福知山でしたかね、あれも予見可能性があったかどうかということで相当争いになったという気がするんですが、それはもう典型的な水俣病の刑事裁判であるとか、あるいはサリノマイドの刑事裁判であるとかですね、そういう点ではいろいろ今までも実例はあります。よろしいでしょうか。じゃあ次の方、そちらの方が手がかってますね。朝日新聞の根津と申します。会場先生と安田先生にご回答いただきたいんですけれども、今少し出たお話とも関連しますが、強制起訴された、過失犯という観点で明石の事故であるとか JR 西の事故であるとかですね、これまで、有罪判決が出てないという、経緯がございますが、そういった過去の強制起訴裁判の事例と比較して本件の、証拠の具体性あるいは安全注意義務の重さとかそういった観点から違いみたいなものを解説いただきたいんですけど。大変いい質問ですね。僕はね、それは随分違うと思います。もちろん JR の問題なんかでも有罪になってもおかしくなかったという部分はあると思うんですけれども、やっぱり今回の場合はですね、武藤さんとか竹黒さんとか勝松さん その部下たちはですね、絶対対策が必要だっていうことをはっきり思っていたという証拠がありますよね。これだけたくさんある、もうやらなくちゃいけない津波対策が不可避だっていうことがですね、繰り返し繰り返し出てくる。そして具体的な対策までまとめてですね、きちっと決算に上げてるわけですね。それも突然上げたわけじゃなくて、その前のその年の 1月の段階では吉田さんまでちゃんと了承もらって発注して、そして2月の中越沖の対応会議、これ3人とも出てる会議ですよね。そこで、今そういう計算していて、かなり高い数値が上がってくるかもしれないですけど、これでやらせてもらいますというふうに山下さんというセンター長が話をして、それで了承してるわけですよ。そしてその3月31日の段階の福島県 その報告は武藤さんが言ってるわけですね。でそこでその耐震バックチェックの最終報告までに津波対策やりますってことをそこで約束してるわけですよ。2009年の6月までに津波対策やるってことを約束したに等しいことを答えてるわけですね。でその中身を詰める作業がその後4月5月6月7月と詰められていって、そこでやらないことになってしまってるわけなんで、こんなひどいケースって今まであったでしょうか。やっぱりその今回のこの事件の本質は、現実に現場としては絶対やらなければいけない、そしてその理論的にもですね、現実にもやらなければいけない対策として出されているものを、もう本当に経営上の自分の会社のその、まあ、お金の問題ですね、そこを重視してやらないことにしてしまったということに尽きるわけで、そこには理屈がないんですよ。まともな理屈がなくて、対策を取らないというふうに覆してしまった。でその後でもですね、今日ちょっと時間がなくて説明できませんでしたけれども、福島地点津波
あのワーキングっていう証明あのもの、あのこれは政府事故調の中ではですね、頭の体操をやってたっていうことが書いてあるんだけれども、そうじゃなくて絶対に必要になるからっていうことでやってたんですよ。もうそのことを証明できるような資料も今日の証拠資料で出てきてるんですけれども、いずれ水本の長期評価ではあのワクチンの最終報告では水本の長期評価に基づく対応を迫られることになるから、伸ばすことは成功したけれども結局やらざるを得ないということで対策を議論してるんですね。で そういう意味ではあの今日検察官役が言ったことの中で一番重要なことは、この津波の高さが変わるたんびにですね、東京電力は即座に対応していたんだと。今までは、まあ、確かにその 7.7 メートルの中だったら対応できますよね。その数十センチかさ上げするぐらいだったからまあ対応できたのかもしれないけれども、基本的にこういう基本になる数値が変わった時にはそれに即座に対応するというふうにしてきてたのに、まあ、数値が大きすぎるから対応しないっていうのはめちゃくちゃですよね。それが分かったらもう止めた上ですぐ工事にかかってですね、完成しましたって動かせばよかっただけのことなんであって、それを世の中を欺くために動かし続けて何もなかったかのように、そして津波対策が注目されてる機微情報が外に出せないみたいなことを言いながらですね、世の中を欺いていたわけなんで、僕はこれはあの裁判所から見ても十分その個人の責任として有罪判決が問えるあの証拠関係が揃っていると思います。そういう意味ではこの会社内部のでのですね、メールがこれだけ大量に抑えられていた、そしてそれを徹底的に捜索して検察官役が14ページを広げてくれたということも、この部分は検察がやった作業じゃなくて、あのメールのデータを集めるところまではやってあって、それがどうも放置されていたようなんですけどね、それをあの再捜索する中でこれだけの事実が浮かび上がってきたということで、あの今のご質問に対しての答えとしては、今までのその強制起訴のケースとは全然違う。本来であれば検察官自らが必ず起訴しなければいけない。起訴できると思い証拠を集め、そして、それだけの証拠を集めていた事件であるというふうに言えると思います。はい、ありがとうございました。最後、お一人、ごめんなさい、時間の関係で。時間なかった。すいません、どうぞお願いします。すいません、マイクお願いします。東洋経済のお金です。あの海戸先生に今最後のところでおっしゃった最終的に対策を行わなくてもいいというような意思決定につながるところの証拠については何か今日出てきたものとか、あるいは重要だと思われるもの、2009年の5月と6月そういった時期のことについて何かあのあればあのご説明いただけますか。趣旨をもう一回説明。最終的にあの津波対策を要するにやらないという形で済ませてしまうというところを社内でどういうやり取りがあったのかということの証拠というのは今日何か、有用なものが出てきているのかですね。あの6月10日までのことは、まあ、今日よく説明したと思うんですが、6月10日から7月31日までの間のことはあんまりよくわからないんですね。しかし今日新しく一つ事実が付け加わったのは、あの2008年の、7月その21日という日にですね、中越沖の対応会議が行われていて、それにその、中越沖の地震に対応するそのコスト、それはあの福島も含めてだというふうに書いてありますけど、そういうものが出ていたということがあの新しく分かってきました。ということは、まあ、誰がどうしてそういうことをしたのか分かりませんけれども、もうお金がかかりすぎて東京電力としては大変なことになってるからというそういう圧力がその経営層に加えられていたんだろうなということは予測できるんですけれども、まあ、それ以上に武藤さんと竹黒さんと勝間さんの間でどういうやり取りがあったか、あの8月の段階であの武藤さんが竹黒さんに相談したということはあの証拠ではっきりしてるんですけれどもね、あのそれ以外のことはあの分かりません。よろしいでしょうか、そんなところ。はい、ありがとうございました。まだまだお聞きになりたいことがたくさんあるかと思いますが、会場の都合で、ここで、打ち切らせていただきます。大変申し訳ありません。
特に、一般の参加者の方でもお聞きになりたいことがおありの方がおられたかもしれませんが、それをお受けすることができなかったことを重ねてお詫び申し上げます。ただですね、皆さんの手元に、お渡ししているように、7月17日海の日に、福島、原発刑事裁判開始初公判福島報告会というのを、いわき市文化センターで10時から行います。こちらに弁護団の方も来てくださる予定になっておりますので、ぜひこちらにお出かけいただいて、また説明を聞いていただきたい、また今日ここに来ることができなかった方にもご案内いただければというふうに思っております。それではですね、最後に福島原発告訴団団長の武藤ルー君よりまとめのご挨拶をさせていただきます。皆さん、今日は朝早くから、しかも雨の中でしたね。本当にありがとうございました。もう外は夕暮れが近づいていますけれども、長い長い一日を裁判に入ってくださった方々、それからこの集会にずっと参加してくださった方々、本当にありがとうございました。一月ほど前なんですけれども、ようやく刑事裁判だねと、そして必ずバスで行くからねと声をかけてくれた告訴人の方がいたんですけれども、その方がつい、先日に亡くなられました。5月にも、そして2月にも、そして去年、そして一昨年もですね、告訴人のみならず多くの被害者の方が亡くなっています。責任追及の行方を見ずして亡くなっていかれた方の思いを今日は胸に抱きながら裁判を見つめてきました。福島は今復興だけが声高に叫ばれていますが、その陰で解決していない問題や新たな困難が山積みです。サイトの中の汚染水、凍土壁、デブリ、廃棄等、そして積み上がるフレコンバッグ、放射性物質が大量に燃やされる焼却炉、そこに返されていく人々、増え続ける自殺率や子どもたちの甲状腺がん、こんなことを引き起こしたのは一体誰の責任か。一番は東京電力です。私たちは理不尽な被害に遭った被害者です。加害者は東京電力です。今回の裁判では被害者の67人に限定されてしまいました。もちろんこの方々の被害は大変大きかったと思います。しかしその後ろに多くの多くの被害者がいます。ここにいる皆さんお一人お一人も皆さんが被害者であると私は思っています。今日3人の被告人を見てどう思われましたかという質問がさっきありました。本当にあふれる思いがありました。この人たちの津波対策、本当にきちんと実施していればこんな悲劇は起きなかった、そのことをもう一度申し上げたいと思っています。これからですね、私たちは最強の指定弁護士をしっかりと支援して、そして公正な裁判ですね、検察は不起訴にしたわけですけれども、この三権分立をきっちり守った独立したきちんとした公正な裁判が行われるように、私たち自身がしっかりとこの裁判を見つめ支援していきたいと思っています。どうか皆さん、またお力をお貸しください。どうぞよろしくお願いいたします。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。長い時間にわたりましたけれども、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。今日の報告を聞き、これからの裁判であの事故で何が起こったのか、そのことを明らかにし、その責任を明らかにしていくことができるのではないか、そのことを私たちが注視していかなければならないのではないかという思いを持ちました。福島原発、刑事裁判支援団の方では、これからもですね、先生方が集めてくださっている証拠の収集、分析、そして裁判の傍聴と記録を行い、社会にも多く広く発信をし続けて、福島原発事故の責任追及を続けていきたいと思います。もうすでに、支援団にご加入というか入会されている方もおられると思いますが、まだ入会されていない方はですね、ぜひ入会していただきたいと思います。受付でリーフレットを置いておりますので、新しいリーフレットになっております。それをお持ち帰りいただき、友人知人の方々にも、広めていただき、この刑事裁判を支え、
同じ過ちを繰り返さずためにこれからも共に戦っていきたいと思います。ご協力のほどよろしくお願いいたします。繰り返しになりますが、7月17日の、10時から、福島で報告会を行います。お手持ちにチラシがあります。またこれを皆さんご覧いただき、特に今日来ることのできなかった方にもご案内いただければと思います。それから先ほどもお話がありましたけれども、次回の公判期日をここでお伝えすることができません。追ってしてということになりました。夏に、夏以降に、進行協議が行われてその後決まるということですが、決まり次第皆様にはご案内をさせていただきたいと思います。また傍聴整理券の配布時間もについても決まり次第皆さんについて、支援団のホームページ、また、東京地裁のホームページなどで、お知らせしていきたいと思いますので、私がお知らせするわけではないですが、裁判所がお知らせしてくださると思いますので、ぜひ、皆さん注視をしていただきたいと思います。で、今日ですね、裁判所は朝早くから福島から何人来られますか、バスは何時に着きますかとかなり、聞いて来られました。やはり福島からまた全国からこれだけの方が来られるということは、裁判所はしっかりと受け止めておられると思いますので、この裁判を適正に判断させるためにもぜひ次回も傍聴行動をご協力いただきたいというふうにお願いをいたします。今日は長時間にわたりましたけれども、長い間お疲れ様でした。お気をつけてお帰りください。いくつかお願い事があります。午前中すで、にカンパのご協力をいただきましたが、午後からご参加の皆さん、カンパにご協力をお願いしたいと思います。この支援団は会費とカンパによって成り立っております。受付のこのカンパ袋にカンパをしていただければ幸いです。それからチラシを持ってこられた方はすいませんが、受付のでちゃんと持って帰っていただきますようにお願いいたします。で、福島からバスで来られた方、9時にバスが玄関の横から出発をいたします。皆さんこれから帰られて、郡山に23時、福島に24時に帰られる、あ、19時、9時って言った私、ごめんなさい、19時です、9時ではありません。そんなことをしたら明日になります。19時に議員会館の玄関前を出発します。お手洗いを済まされてからどうぞ外に、玄関のところに、集まっていただければと思います。それからですね、この会場、大変申し訳ありませんが、19時、7時に完全撤収になっておりますので、